スターグラディエイター今年7月に登場したアーケードゲームスターグラディエイターがこの秋早くもプレイステーションに登場。スト2、バンパイアシリーズなど格闘ゲームで数々の大ヒットを飛ばしてきたカプコンが放つ初のオリジナル 3D ポリゴン格闘ゲーム。これまでの実績が示すカプコンならではの卓越したゲームバランスとデザインスタッフの総力を結集した超美麗グラフィックは 3D ポリゴンであっても健在。そして無限の組み合わせを誇る連続技プラズマコンボ、一発逆転のカウンター攻撃プラズマリバース、自由度の高い多彩な移動が行えるファストムービングシステムなど斬新で奥深い数々のゲームシステムを搭載。キャラクターも人間タイプ以外にロボットや宇宙人、恐竜といったさまざまなバリエーションがあり、それぞれが持つ飛行能力、巨大化などの特性を三次元的に表現し、より個性的。これらアーケード版で好評だったゲームシステム、クオリティ全てをプレイステーションに遜色なく完全移植。さらにアーケード版にはなかったオリジナル要素として連続技などの練習ができるプラクティスモードや6人までの勝ち抜き戦、グループバトルといった新ゲームモードを加え、初心者やアーケード版をやり込んだという人にアピール。そしてオープニングではカプコン CG スタッフによって制作された CG デモを新たに追加。カプコンがこれまで培ってきた格闘ゲームのノウハウを全て生かしたオリジナル 3D ポリゴン格闘ゲーム、プレイステーション用ソフトスターグラディエイター。今始まる 3D 格闘の新たなる世界。てめえじゃ役不足だよ。スターグラディエイター、プレイステーション。超感覚格闘ゲームプレイステーションに登場。てめえじゃ役不足だよ。スターグラディエイター。カプコン。